松戸駅ご通行中の皆様、日本海学と靴沢と申します。で、大きな声でお騒がせしております。私どもは、憲法9条廃止であるとか外国人生活保護廃止、さらには漫画やアニメ、ゲームなどの二次元規制に反対する団体であります。豊島区議会議員をつい最近までやっておりましたけれども、議会の一般質問で外国人健康保険、3ヶ月今外国の方が日本に住むと健康保険に入れるんですけれども、国民健康保険に外国人が入るというですね、なんか変な事態になっておりますが、これのですね、国保税滞納率を聞いたところ、人口の約 10% 豊島区の場合ですけれども、人口の約 10% いる外国人の健康保険税滞納率は 52% でした。まあ、ほとんどが 2,3 年で帰国してしまう留学生とは思われますが、まあまあ高い数字であります。普通の保険会社が5割以上保険料を滞納されたらとてもやっていけませんよね。国民健康保険、外国人が滞納する分誰が死に拭いしているのかというと日本人の真面目に払う皆さんであります。私はこんなにも日本人よりも多い外国人の生活、国民保険滞納からですね、会計を別に分けるべき、あるいは日本に滞在中の外国の方々は国民健康保険、つまり日本人健康保険に入らずに別会計の枠でやってもらうか、それとも民間保険会社にいくらでも医療保険があるのですからそちらを使ってもらえばいいと考えております。民間の医療保険でしたらば滞納すればすぐに保険はストップいたします。問答無用です。どうして滞納しても猶予があるような国民健康保険に外国人の方が入っているのか、全くの謎であります。しかも滞納が豊島区の場合ですけれども半分超えている、もう豊島区において言えば、限って言えば外国人相手の健康保険は破綻していると言っても過言ではないと思います。というわけで日本改革と靴沢は外国人の方は民間の医療保険を使うか、それともですね、行政がそういうものを用意するんであれば日本人の会計とは別にしてもらいたいと思います。滞納率が高くてやっていけないということでしたらば、別会計ならば保険料を高くするであるとかいろいろな対策が取れます。3ヶ月いれば健康保険が使える、まあこれは医療機関救済のために踏み倒しを防ぐために必要なことかもしれませんけれども、豊島区が今まで外国人に踏み倒された健康保険税の累積は私が聞いたときは2億8000万程度でした。今では3億円を超えていると思われます。この3億円は滞納してから5年以上経過し時効が成立しもう請求できなかった分だけの分でこれだけあるのであります。
それ以外現在滞納中のものを加算すれば3億円以上に達することと思います。豊島区においては外国人相手の国民健康保険があまりの滞納率の高さに破綻しております。国はいつまでもこんなことやってないで靴沢の言うことを聞いて別会計にするか民間の医療保険に任せるかどちらかにすべきであります。松戸市議選に日本改革党から千田隆というおんちゃんが、立候補する予定です。皆様お見知りおきください。よろしくお願いいたします。